で1.5 倍でつるっともういっちゃいますね。はい、大丈夫です。あの自己申告でじゃあヤバそうだったら、はい、ヤバそうだったらちょっとこうやってやりますね。はい、どうぞ。本番でお願いします。回してください。回りました。音ください。回ります。お願いだ、ちょっとやんでくれ、あと少しだ、我慢をしてくれたら嬉しいな。もし屋上で撮った MV でちゃんと目が開いてるのほぼ初めてです。ではよりで本番でお願いします。はい、その横顔を人は私にしてもほどけない。今回あと2つ衣装もあるので、なんかその世界観が全然多分違うので、これだけナチュラルですごくメリハリのある感じになってるんじゃないかなって思います。引き続きお願いします。かわいい。しゃべないですか。ゴム具ですよ。そんなことあります。お願いし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 ます。ちょっと体起こして、うん、全然そういう起こしに寝て、頑張ってください。頑張って。朝が幻のようです。この頭の花が負けないの結構すごい。周りがね、すっごいちょうどいいもんね。セットに勝ったら終わり。自分がね。あいちゃんイメージだから、こうやって鼻を触れたりとか、なんか割と自由な感じの、はい、ことも。ごめんね、何もかも優しい君のせい。ハートノーツっていう歌自体が、かぐや様のアニメと同じような意地っ張りな気持ちを言いたいけど言えないみたいな、でも本当はすごい好きみたいな、そういうアニメじゃないですか。それがもうやりましょうということ、そういう内容の歌詞だから、 MV も素直がテーマの方と、意地っ張りがテーマの方と、あと普段の私っていう3つなんですけど、これが、はい、なんかこう素直に気持ちを言えるタイプの人間っていう、こう明るい世界、もう一個がこう意地っ張りっていう、ちょっとこう
感じです。そういう感じで見てください。前回のハートお手上げの時もこんな感じでした。えいずっと言ってます。いや、隠してるんですよ。やっぱりこう美しくしてもらってるんで、ちょっとこうなんか、うん、OK です。だからできるだけこうスンとしてる方ですよ、今日は。じゃあ髪吹雪、はい、音をお願いします。実は、早朝から3パターン撮らせていただいたんですけども、ハートはお手上げ の監督と同じ監督だったんですが、全然また違 こう世界観で撮っていただいて、私個人的にもソロになってからこうバラード曲のミュージックビデオをちゃんと撮るっていうのがすごく、ほぼ初めてに近いんじゃないかなっていう感じで、とても、なんだかこう一つ、なんだろうな、ソロになってからやりたかったような快感が一個夢叶ったような気がしていて、とても楽しかったです。ありがとうございました。